はい、今日はね、道の駅やってきました。ここ川内、この幕の里やったかな。ここちょっと行ってみましょうかね。こちらの方に行ったらね、花の文化園があるんですけどね。花の文化園ね、歩いてここから5、6分です。そんな5分かかるかな、あれ上がってね。この橋がね、石川橋、この橋ね。これはだ、これ斜め下向こう下がってるのは珍しい、こんな橋もね。これです。あとね、木金館とかね、いろいろあるみたいだけどね。前にね、動画上げてんだけどね、それね。これ、ね、あの山こんな感じですね。これです。駐車場が200、300台、200台以上止まるでしょうね。これすごい広いんですけどね。はい、じゃあちょっとね、風も強いけど行ってみましょう。風がちょっと強いからね、うるさいかな。これね、こんなんです。飛鳥的には今日空いてんのかね。ね、これこの人がここは書いてますよ。これ高校でね、ここの地名なんだけどね。ね、学生でどこ行かれたで？中国西安に行かれたそうです。ね、ここの方の記念碑やで、これ。ね。ないですね、ここ。いやー、風が強いからね。こういうの場になってますけどね。ね、ね、こちらの方もあの人にベンチがあるでしょう。はい、ここはパン工房でございます。パン工房。ちょっと風強いね。パン工房開いてますけどね。パン工房開いてるんやけどね。どこ店なんです。で、ここは。レストランになってるか。レストラン。レストランでございます。ここレストランかい。こんなんあったっけ。できたんやろね。これは知らんな。またこれではどうも休みだよね。ここレストラン。あ、ここレストランです。こちらね。え、やってんの？やってそうやけどね。ビュッフェレストランやからね。ほら、これやっぱ休みやわ。以前動画撮った時ここね、やってたね。あるいは祭日かなんかやったからやったんかな。目標して来られんもんでね。こんなんやけどね。閉まってま。閉まってございました。残念でございました。ここを撮り来たんやけどね。このままちょっとね、撮らせてほしいってね。交渉するとどうもって言わはんねんの方がね。撮って、まあ、アップしてもいいですよ、言うてね。言うてくれてたんやけど。閉まってます。残念でございました。閉まってるやろ？閉まってるな。うん。これ、この駐車場見てくださいよ。200、300台優に止まりますよ。今日でもね、3分の1が止まってますよ。祭日の昼を来た時にね、なんかもう本当に満車事故がありましたからね。すごいです、これ。200、300台止まりますよ、これ。もう中、ごった返しましたけどね、店の中もね。あ、あれはね、ゴンかなんかやったんかな。こんなんですわ。残念でございました。ここ取らしに、取りに来たんですけど。ね。いやね、明日かで行くので、ここからかな。会社なので、こんなんです。
残念でございましたね。なぜこれは。いやいや、ね、帰りましょうか。せっかく来たんだけどね。レストランは一応取った。レストランはあれがレストランで、あのパン工房とかあるんだけどね。すごいですよ。駐車場も。土日祭日は混むんだろうな。たまたま棒がなくしてほんまにもう車がいっぱいでしたね。今日は花の分解を行く時間ないからまたしましょうか。あっこはね、この前来た時もなんかで、いや早い時間なかったんやな。5時までで4時半ぐらいやったらな、もう回れない言うて。これね、はい、ありがとうございました。